埼玉県は先ほど県内で未就学の日本人の男の子について新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表しました男の子は先月30日に政府のチャーター機の第2便で帰国し当初のウイルス検査では陰性だったため今月1日に県内の自宅に帰宅していました